台風10号を受けて立候補の予定を遅らせた方もいますけれども告示は10日後に迫っています動きが急加速しています台風に伴う災害対応などのため影響を受けた自民党総裁選ポスト岸田をめぐる動きは加速しています林官房長官は所属する岸田派の議員との会合の後明日3日に立候補を表明します 茂木幹事長も明後日4日に立候補の意思を示す見通しです8月30日の会見を台風で延期した小泉元環境大臣は6日に高市経済安全保障担当大臣は9日に出馬表明をする予定ですすでに立候補を表明している石破元幹事長は10日にも政策を発表する予定で防災省の創設など政策をめぐる論争も始まりました 立候補予定者の動きは激しさを増しています立候補に意欲を見せているのはご覧の12人となっていますすでに立候補を表明しているのが小林前経済安全保障担当大臣石破元幹事長河野デジタル大臣となっています そして林官房長官9月3日明日茂木幹事長が次の日小泉元環境大臣そして高市経済安全保障担当大臣と立候補が続く予定となっています静岡一区選出の上川陽子外務大臣は推薦人を集めるために動いています はいまあ、立候補を正式に表明する方が今週はどんどん増えていきそうなわけですけれども岩田さん、ここまでの動き顔ぶれについてどう見ていらっっしゃいますあのやっぱり今回初めてね派閥の締め付けですとか囲い込みというものがもう効かないあの総裁選もう前代未聞の総裁選ですからこうなってくるとこれまででは考えづらかったような若い人、若い候補が出たりそれから一つの派閥から二人出たりだとか非常にこう選択肢が増えたなというところが特徴だと思います。ねただだ気になる点はこれだけ候補 多いとやっぱり公開討論会難しいですよねこう1人30秒ですとなるともう言いっぱなしで終わってしまうのでどうやって工夫してかみ合う議論ができるかなというところはちょっと気になる点ですね勝敗を左右する要素の一つ、まあ、国民の期待値を示す、まあ、世論調査というものがあるわけですけれどもそこは松下さん世論調査をちょっと見ていきたいんですけれども8月に FNN が行ったものなんですが次の自民党の総裁にふさわしい人はという内容で行われて えー、小泉元環境大臣がトップの22.4%、石破元幹事長21.6%、そして高市大臣、河野大臣と続いているんですけれども、上川外務大臣は4.2%、5番目の数字となりました、うん、岩田さん、知名度、人気という意味では、こういう、ねはい、順位になってますけれども、うん、この数字についてどうでしょう。 あのこの各種世論調査の数字というのはもうあの従来から総裁選の党員・党友票の傾向と非常に親和性があるということで、うん、あの党員・党友票のトレンドを見る上では非常に参考になる数字なんですね。うん、となると、まあ、小泉さん、石破さんというのはもうあのぶっちぎりで強いとで高市さんがあ、まあ、伸びてきているとで上川さんもまだ表明していませんけれど4.2に上がってきています。ので、うん まあこれ党員党優票は少し期待できるのかなというふうに見ていますね。うん、ちょっと河野さんがあ少し限りが出てるかもしれませんね。うん、国会議員の皆さんもこう誰を推す推薦するという中でこの、うん。 世論調査というのははかなり意識はされすまねもう次に控える衆議院選挙のことで皆さん頭いっぱいですから特に選挙基盤の弱い議員ほどこの党員・党員票の動向というのは気にしますので誰だったら選挙に勝てるのかというところで投票行動を取るという方が多いですから非常に重要な指数だとと思いいますすねうこでそして初の女性総理となれるのか静岡選出上川陽子さんの動向も非常に気になるところです。 2000年6月の衆議院総選挙で初当選を果たした上川陽子さん三菱総合研究所の研究員やアメリカ上院議員のスタッフなどを経ての政界入りでしたこれまでの当選回数は7回安倍内閣と菅内閣で法務大臣を務め現在の岸田内閣では外務大臣として政権の中枢を担っています 日本においての初の、えー、総理になってほしいということでそれは外交の姿勢ともに経験を有しているまた安定感のある神川横子しかいないとこういう声を多くいただいているところであります。 その数字ですね20名というものをはるかに超える指示というかいただいているところでありまして今あの推薦人をどなたにということの最後の詰めをしている状況でございますその意味ではそうした努力を重ねてまいりたいと思いますところが翌日東京都が20名を超える指示をいただいているというふうに立石おっしゃってましたがそ、はい、の推薦人20名は確保できたということなんですか あいやい敵やの,の,の志というか、決断に対して、今、お一人お一人に体当たりで、えー、お,会いをしお会いをするというか、なかなかお会いできないんですけれども、体当たりで今、えー、対話をしているところであります、えー、たくさんの皆さんから支持をいただいて励まされているところでありまして、まあ、今、まさに推薦人のことについても、目下動いているところであります。 その2日後には、はいまあ、長いトンネルを一生懸命走ってきましたけれども、光があの見えてきたような感じがします。これまで通おり、体当たりで、体当たりで、この出口に向かって、一生懸命今、ぶつかっています。 翌日、支援する議員たちと会合を行った後には。特に推薦人の方になっていただくというのは、その方の政治,政治としての、政治家としての,あの強い姿勢を示すものでありますので、大変重い決断であるということ、これまで支持とあの推薦との間にこんなに大きなギャップがあるということも、あの改めて実感をしているところであります。 推薦人20人の確保、立候補の表明がいつになるのかについては。まさにその20人の方の推薦が確定した段階であの進めていくということでありますので、今まさにあの最後のこうラストスパートの一番ゴールのテープ、これをあの切るあのところの,あの直線まで行ってるということ、しっかりと完全に切ることができるように。 活動していきたいなというふうに思っております国会議員20人の推薦を集めて初めて総裁選に立候補できるわけなんですがその推薦人について上川さんの発言です先月25日20人をはるかに超える支持をいただいているそしてその次の日の26日体当たりで対応しているそして29日 支持と推薦との間にこんなに大きなギャップがあるのかとゴールテープを切る直線まで行っているという言葉がありましたまあそして、ね、ラストスパートだというコメントもありましたけれども、はい、岩田さん、推薦人集まるのかどうなのかどう見ていらっしゃいますかこれね最後の詰めで本当にぎりぎりのところだと思いますね。やっぱりねこの総裁選に チャレンジした人がみんなやっぱり苦労するとこですけど推薦人にサインをするというのは非常に重い決断になりますので <laughs> いいよいいよ頑張ってっていう人は最初ファーッと集まってくるんですけど切り剥がしにも合いますしあのどんどんこう約束していても変わっていくんですねだからすぐにサインもらわないとこういう厳しい状況になるえ本当にあの大変なんだろうなというふうに思いましたねで、実際にあの最初あの応援しますと言ってた人ももう他人へに行ってますし今応援すると表明している例えば 女性の推薦人も他の陣営だってやっぱり女性の,あの推薦人欲しいですから、はい、これから切り剥がしにくる可能性もありますので、うん、まだまだ油断ならない状況だとは思いますねこのの最後の踏ん張りだと思いますね、はい、上川さんを含めて最終的に立候補者何人ぐらいに絞られそうですか。あのー 11人、今取り沙汰されているうち大体7から8ぐらいかなというふうふに見ていますねあと加藤さんがいつ表明するのか上川さんがいつ表明するのかというところではないかなといいううふうに見ています、うん、その中で誰が優位なポジションに今いると見てます、うん、これはもうねあの今の時点ではやっぱりあの世論調査。うん を踏ままえるとと小泉慎二郎さんと石破さんんん石破この組み合わせが一番強いいいだろうなっていうなうに思いますねただ総裁選というのはやっぱり一言の発言で風向き変わりますのでまああの公開討論会始まってみないとどうなるか分かりませんがそうなると討論会始まると高市さんは非常にこの議論ディベートに強いですのでそれからぶれないあの保守政策の姿勢というところでコアな支持層もいますから高市さんが伸びてくる可能性というのもあると思うんですね。 でそれからもし出現した場合はこの丸三小泉さんがあのちょっと失速してしまうという丸三パターンになる可能性もありますし。うん それからあとは茂木幹事長が非常に緻密な人ですから地道にこつこつどのぐらい集めているのかそれが今回功を奏すのか全く功を奏さないのかこれも今回ならではの総裁選の特徴だと思います今週、ね、続々と、ね、正式に立候補を表明する方が出てきて最終的に何人になるのか上川さんは推薦人を集めることができるのかますます注目ということになります12日告示27日投開票が行われます。